アセトンマイナスブタノールマイナスエタノール発酵、ファーメンテーションとは、澱粉からアセトン、N、ブタノール、エタノールを合成する発酵プロセスである。科学者のハイム・バイツマンによって開発され、第一次世界大戦中、コルダイトの生産などのためのアセトンの主要な生産プロセスであった。このプロセスは、ワインやビールあるいは燃料を生産するための酵母の、 当発酵プロセスと同様に、嫌気的であり、無酸素系で行われる。このプロセスは、アセトン、N、ブタノール、エタノールを3、6、1で生産する。工業的、安倍発酵に用いられる菌種は、変性研究性のクロストリジウム属の C、アストオブティリカム、C ベイジリングキー、C サクラパービュートラセトニカム、C サクラビューティリカムの4種である。これら、 アセトンマイナスブタノールマイナスエタノール生産菌は、ソルベント生産クロストリジウム菌とも呼ばれる。これら菌種は増殖時期により生産物を変えることが知られており、対数増殖期には、酢酸や落酸を生産するが、定常期に入ると、アセトン、ブタノール、エタノールを生産するを用いて1916年に始まった。バイツマンはこの菌種を用いて、 アセトンとブタノールの工業的発酵生産方法を開発し特許を取った。バイツマンが開発した方法はアメリカ科学生物工学工業企業コマーシャルソルバンツコーポレーションのテレホートピオリアリバプールのプラントで採用され1920年から1964年にアセトンとブタノールの発酵生産が行われた。最大のピオリアプラントでは 糖蜜が原料として使用され、9650-000ガロンの発酵層を有していた。日本での安倍発酵工業は1930年代前半から、配糖蜜を原料に開始された。第二次世界大戦会前後は、戦闘機の高速化のための燃料の開発に安倍発酵が注目された。当時、日本では、軍用航空燃料に100オクタンが要求され、 大日本帝国海軍は1934年の時期、環状戦闘機の設計に際し、環状機としての性能を要求せずに、近代的高速機を注文したと言われている。当時、100億炭燃料を生産するためには、それまでの92億炭ガソリンに異タンを混入する必要があった。アメリカでは分解ガソリン製造時に生じる排ガス成分を回収して、 再利用することで十分な量のイソークタンを生産できたが、石油生成規模がより小さかった日本では、同じ方法で必要量を確保できなかった。そこで、大日本帝国海軍はアセチレンからブタノールを、ブタノールからイソークタンを生産する合成プロセスを設定し、発酵法によるブタノールの製造方法を検討した。 第二次世界大戦終戦後の1940年代後半から1950年代にかけて石油化学工業の発達により合成法によるブタノール生産が普及し発酵法によるブタノール生産量は急激に減少し1960年代には南アフリカなど一部の地域を除きやべ発酵工業は行われなくなったしかし 1970年代前半に起きたオイルショックや石油消費による二酸化炭素排出と地球温暖化の因果関係の指摘により石油化学依存の脱却が議論され始め1980年代初頭より安倍発行の開発が再び活発化した現在では再生可能なバイオ燃料としてのブタノールの生産法の一つとして研究開発が進められている 安倍発行を実用的にするために、その場で生成物を回収するシステムが多く、開発された。それらシステムの中には、ガスストリッピング、浸透気化法、膜抽出、吸着、逆浸透圧法などがある。ありがとうございます。